皆さんこんにちは、指揮者の田中優子です。8月7日土曜日午後3時より、静か愛と死ノートオペラの融合による創作舞台と称しまして、最初の30分間は能で、その後はオペラにて、静かと義経の愛の物語をお届けします。オーケストラはもちろん神奈川フィルハーモニー管弦楽団の皆さん、指揮は私田中優子が務めます。キャストのみんなも今頑張って稽古中でございますので、ぜひ、神奈川フィルの公式 YouTube チャンネルよりご覧ください。お待ちしています。